第2代、ドニゴール公爵の肖像画、チャールズ・ターナーによる版画、1800年。第2代、ドニゴール公爵、ジョージ・オーガスタス・チチェスターは、アイルランド王国出身の貴族、地主、政治家。アイルランドで広大な領地を所有したが、ギャンブルや競馬による散財で債務を重ねた。1769年から1791年まで、 チチスター死爵の儀礼称号を1791年から1799年までベリファスト伯爵の儀礼称号を使用した。初代ドニゴール公爵アーサー・チチェスターと一人目のツマーン・ハーミルトンの息子として1769年8月14日に生まれ9月9日にピカデリーの聖ジェームズ協会で洗礼を受けた。 ドニゴール公爵家はアイルランドで25万エーカーに上る領地を所有する王子主だったが、チ,チェスター子爵はイングランドで育てられた。1798年から1799年まで、キャリク・ファーガス選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務め、1799年1月5日に、父が死去するとドニゴール公爵位を継承した。 連合王国貴族院では最後までカトリック解放に反対したが、一方で第1回選挙法改正をめぐる採決では、改正に賛成、1841年の第2次、メルバーン主尺内閣不信任決議に投票せず、1842年に穀物法廃止をめぐり保守党を支持した。1803年2月22日に、 アイルランド数密院の数密古門館に任命され、1821年8月20日に、聖パトリック勲章を授与された。1831年10月17日から1844年10月5日まで、ドニゴール当館を務めた。成人直後より、キャンブルや競馬に熱中して、多額の債務を重ねたため、借金取りに追われた。父が、 フリート監獄入りを許したが、その結果として、アイルランド出身の弁護士で、金貸しの第二代順団シャクサー・エドワードメイと知り合いになり、釈放の代償として1795年8月8日に、名の書出の娘アンナと結婚した。二人は七、男を儲けた。その後も、借金取りから逃げる生活を続け、1802年に、ベリファストに移った後、 現地の官僚の手助けにより、借金取りに捕まらずに済んだが、死去までベルファストに住むことを余儀なくされた。このような生活を過ごした第二代、ドニゴール公爵に対し、アイルランド人名辞典は、フィクションにおけるアイルランド上流階級のステレオタイプそのものであると、評した。アンナとの結婚にも悪影響があり、アンナは諸死かつ、結婚時点で未成年だったため、 1795年の結婚愛違法とされ、これにより、アンナとの間の息子は全員継承権のない、諸子という状況になった。その結果、長男ジョージ・ハミルトンの婚約も解消されてしまうが、議会では1822年の法改正で結婚を有効とした上、訴求適用を決定したため、長男ジョージ・ハミルトンは後に、ドニゴール公爵位を継承することができた。 1844年10月5日に、ダウン県オルモーで死去、キャリクファーガスで埋葬された。息子、ジョージ・ハミルトンが借位を継承した。死後も、多額の債務が残っており、第3代、ドニゴール公爵となったジョージ・ハミルトンは1850年代に、領地の多くを売却する羽目になった。ありがとうございます。